を開けろ。どう？
の牧師が。頼みがあるんだ。危なかった。ジェローム牧師を助けてくれ。命拾いしたよ。頼みがあるんだ。危ないところをありがとう。俺とジェローム牧師は奴らを襲撃して捕虜を解放してたんだ。でも今回はしくじった。トラックを襲ったまでは良かったんだが、ハイウェイマンに不意打ちを食らってジェローム牧師が捕まった。俺は命からがら逃げてきたが、牧師はどこに連れてかれたのか。俺たちが襲ったトラックに手がかりがあるかもしれない。この近くだ。事故でまさか生きてるとはな。
Thank you.
私を救ってくださる。こっちに来てくれ、早く。すぐ済む。ほっとしたよ。ねえ、やつらを倒して。助けてくれてありがとう。もうおしまいだと思った。助けて、命を救われたわ。彼らが無事で本当に良かった。助け、危なかった。ここは安全だ。この前リンゴを食べたけど、これが天国かって思うくらい美味しかったわ。まだ言い足りないのか。ほっとしたよ。ちゃんと自己紹介しよう。ジェローム・ジェフリーズだ。みんなからはジェローム牧師と呼ばれている。お前には感謝するよ。お前は人の助けになれる。本来は私の役目だが、ミッキーとルーはホープカウンティーから一滴残らず血を絞り取るまで止まらず、誰を踏み潰そうか気にしない。我々は奴らに立ち向かわねばならない。私はお前のような人間に協力しよう。味方を探しているならここにいるぞ。カルミナが生まれるまでここは中前ライ&サンズと呼ばれていた。彼らが家を手放さねばならなくなるとはな。人生でずっと戦っている気がする。必死でペギーと戦い、それに勝ったと思ったら崩壊が起こった。自分と隣人を生き延びさせるためにも戦わねばならなかった。それからハイウェイマンが来た。しかし決して戦いに夢中にならないように努めていた。時にはくつろぎ、蝶の美しさに感動することも必要だ。アーマーを着てるやつに注意しろ。いいな。ニューエデンが言う破滅的なテクノロジーって何のことだろうな。過去を作れるようになるまでだいぶかかるだろう。あれこれ片付けるには時間が足りないわ。